イチロー、怪我する選手ってさ。野球に限らんで、メッシ・ロナウド・ジョーダン・レブロン・メイ選手は負傷離脱しない。野球より相撲がそんなイメージ。アメリカ行って大きな怪我がなかったのって黒田くらいか。メジャーの投手の 99% は才能なしになりそう。野手も 50% くらいは才能なしか。高橋由伸は才能がないかと言われたら疑問やけどな。ハゲるやつは才能ない。鳥谷とか怪我したことあるのかな。実際クソ捨ての天才とかいるか。普通に頑丈組の方がいい選手多いだろ。通算抜きにしても斉藤和美なんかいい例えじゃん。典型的な怪我さえしなきゃって選手。じゃあイチローは999のストレートが頭部に来ても平気だな。いくら才能あろうが試合に出て結果残さなきゃ、愛に描いた餅やし。守備で怪我するやつが一番多いんでないの。佐々木朗希アンチか。正論やなすては対戦しないな。怪我だから仕方ないみたいに言い訳してるけど、結局は休んでる選手ってだけだからな。そりゃ落ちるに決まってる。